さんにお邪魔しています。いらっしゃいませ。あなた、造影やめたんですか？そうですよ。あ、そうなんですか？もうグレーなんで。あ、グレー、あ、もう会社に不満だらけで。そうですよ。ここはいいですわ。あ、いいですか？いいです。いいですか？サングラスとかかけちゃって。そうなんですよ。おしゃれして仕事できるんで。あの、ゾエアファンはもう寝癖で来いっていううるさい。ただ、寝癖でその、寝癖で来いって言うんですか？いや、今日どういう、どういった内容で。あ、なんかちょっと。ポーズで。はい。カット。カットで。はい。さっき話題なんですけどいいですか？はい。7万5000円。さっきドサンコでおごったんで。買うんですか？いや、7万。8万円。7万で。7万で。7万で。買うんですか？はい。いいですよ。はい。どうですか？ケーキの方は。ちょっと今、はい、今、お客さん先客来てるんで。あ、先客。カットどうします？僕でいいですか？カット嫌ですよ、あなた。上着はさないでしょ、どうせ。違いますよ、そんな。違うんですか？ちゃんとしたもの使います。使いますか？あ、そうなんですか。いいですか、僕で。はい、僕でいいですよ。指名ありがとうございます。指名料とか取らないんですね。あ、でも、初回は無料で。初回、いや、次もいらんし。次来てくださいよ、1ヶ月後に。1ヶ月後に来なあかんですか。当たり前じゃん。伸びないですよ、私からも。伸びるじゃない。伸びないです。白髪染めしたらいいんですよ。やかしや。やかしや。どうですか、造影をやめて。やっぱ気楽になりましたね。ああ、なりましたか。あ、そうですか。これコンクリートの上乗ってもいいんすか？ダメですよ。乗らないでください。まだ。踏まないでください。
なんすか、文句ありそうっすね。文句あるってなんすか。今日機嫌悪いんですよ。なんでですか。それで普通なんです。それで、それであれなんですか、僕たち従業員に八つ当たりしてるんですか。当たり前じゃないですか。最低っすね。最低、当たり前じゃないですか。社長でも そんなしてることと悪いことあると思いますけどね。なそんなもん、そんな俺の言うことは絶対や。こんだけ、あと何日ぐらいですか。あと何日、火曜日に打ったから今日土曜日なんで、あと、はい、あと3日ぐらいですね。からもうコーン取りに来て、はい、明け渡しという感じ、はい、明け渡し、ちょっと空いてないけどね。別にいいじゃないですか、ちょっとぐらいの間違いですね。ね、はい、受け渡しね。受け、そうそう、はい、そうです。どこ開けるんかな、やってらんよ、いつも喋り間違えてよ、やってられんよ。ダメなんすか。ダメよ。もうやめるわこの仕事。お前社長せやし。いいっすか。じゃあもう僕社長しますよ。もう帰る。あの山瀬の名字もらいますよ。帰るわ。あたって。すいません。いらっしゃい。あ、すいません、間違えました。ここ、美容室ですよね。美容室です。あの、店長は僕です。あ、そうなんですか。あれ、なんか、YouTube で見たことあるからですね。あ、もう、やめたんですよ。あ、やめたんですか。はい、もう、どうやらちょっと、率が合わないんで、あの、森さんってやつがちょっと、やらかしたんで。あ、何やらかしたんですか。ダンク顔に落としちゃって、全部弁償ですよ。え、でも、そんだけ蓄えなかったんですか。ないんですよ。ないんですか。そりゃそうですよ、森さんいっぱい金食いにしたのに。ドサンコで、ドサンコ行こうかって言ったのは親方じゃないですか。あ、そうですか。そうですよ、はい、ここ春部屋って言って親方もいるんですよね、たまに。いるんです。親方じゃない、店長さんも。はい、僕たまに夜多分いるんですよ、ここでこうさせてもらって掃除が、ね、はい、掃除で雇ってもらって、パートでもいたらはい、あんま勝手に備品を使わない。そうですね。今日カットなんですか。今日カットしてもらおうかな、僕に。はい、あなた食いきますか。いつもあなたにカットしてもらったんですけど。そうですね、もう裏切られました、はい、今日はあの僕の同級生のボスに来てもらおうと思います。おしゃれなとこですね。こんなところで仕事したいですね。雰囲気がいいですね、はい、僕こっちがカットする方ですか。こっちカットする方ですね。ちょっと切りやすそぶり見してもらってもいいですか。あ、いいですね。あー、もうきつい。お客さんのほうでどうも甘えてもうきつい、すいません。ありがとうございます。